そうです、あたすが沢健と申します。よろしくお願いします。いやー、英語力って、まあ日本では結構その Q とか、その英検とかの Q とか、あと TOEIC の点数とか、そういうので判断しがちじゃないですか。で、まあでもこれぶっちゃけその英会話力っていうのはあんまり点数で測れないよねっていうのが、まあ、今日のお話なんですけれど、なんかまず僕がちょっと嫌なことがあって、それ何が嫌かっていうと、英語カーストっていうのができちゃってるんじゃないかなと思って。英語カースト、要するに、例えばTOEICで言うと、800点の人より900点の人の方が偉い、900点の人より満点の人の方が偉いみたいな、なんかそんなカーストができたら僕は嫌だなって思ってるんですよ。すごい嫌だ。例えば英検1級の人とか、TOEIC 満点の人が、現れて、いやいや、その言い方は違うよ、うん、それは違うって言ったとするじゃないですか。じゃあそこにね、そこにネイティブさんが現れて、ネイティブさんが、いやそれは違うよって言ったら、今度はネイティブさんの方がなんか上になっちゃうじゃん。だからそういうなんか英語カーストっていうのは やめましょうっていうか、うん、まあ少なくとも僕はそういう英語カースト系の風潮から、うん、僕は抜け出したいですね。だってせっかく話したいのに、なんか、そんな言い方はネイティブはしないよとかさ、さすがにギスギスしちゃうじゃないですか。なんかね、もっとファッションっぽくなればいいのにと思って、もっとファッションみたいな感じになればいいのに。例えば僕がこれ水色なんですけどね、これ水色のシャツなんですけど、なんか誰かが、いや沢健、あのね、ネイティブはね、水色のシャツは着ないよって言ってきたとするじゃないですか。はぁ？って感じだよね。いや、水、あんたは着なくても俺は着るわっていう。そんな感じでいいんじゃないかなと思ってて。そう、もっとね、ファッションっぽく、英語もファッションっぽくなればいいんじゃないかなと、もっとね、ライトな感じで。そう、なんかその例えばアクセントに関しても、なんかまあ僕のその英語に関する僕の発音のアクセントは、まあ今までずっとそのカリフォルニアでまあ覚えてきたから、まあカリフォルニアがお手本になってるんですけど、ほら人によってはなんだろう、人によってはイギリスのアクセント私好きなんだよねって、だからイギリスのアクセントを身につけたいとかっていう人もいるじゃないですかね。全然それでいいと思うんですよね。で、そのうちさ、ジャパニーズアクセントって結構やっぱり俺さ、オリエンタル文化すごい好きだからさ、ジャパニーズアクセント好きなんだよねとかっていう、そういう人が現れてもいいんじゃないかなって思ってますね。まあ、そもそもその英語の文法とかもさ、どんどん変わってきてるよね。例えば僕が中学高校の時は結構その時制の一致って知ってます？時制の一致っていうのを結構ガチガチに教えられたんですよ。例えば she said なんとかなんとかっていう時に she said だからその過去形使ってるでしょ。だからこっち側もその she said の後ろ側も、その過去にしましょうっていうのがあったんですよ。例えば she said she would meet him tomorrow みたいな。だからその will を would に変えましょうと、なぜなら said って言ったからみたいな感じで、そういう風に、まあ、時制の一致をがっつりやりましょうっていう感じだったんですけど、今はね、she said she will meet him tomorrow って言って、その said でもこっちはまあ will のままでいいじゃんっていう、
そういう風になってきてますよね。うん、要するにどっちでもいいっていう風になってきてますよね。そのシチュエーションに合わせて使ってねみたいな。この間なんかね、YouTube 見てたらね、なんか黒人の人、アメリカの黒人の人が、普通だったらさ、Are you crazy? っていうところ、Are you crazy? っていうところをね、Is you crazy? って言ってたんですよ。Is you って、Is you crazy? って。で、あ、これすげえ面白いなと思って。なんか、普通さ、もう、you is とかさ、is you って、中学1年でさ、ブブーじゃん。中学1年で習う文法でもうブブーじゃん。それをさ、まあスラング的だと思うんですけど、is you crazy って言ってたんですよね。まあ多分これは、まあ黒人の方たちのスラングだとは思うんですけれど、自分のアイデンティティを出してる感じがするんですよね。うん。それすごくいいなーって思いました。そんなわけで、英語カーストからの脱出。